めっちゃ黄色いね。すごいですね。すごい。めっちゃ綺麗です。すごくない？鍵なんです。今の時代。今の時代鍵ですか。じゃあ早速行きましょうか。行きましょう。はい、左ハンドルめっちゃ不安だよ。お、いい音。カード入れてください。バックモニターもないっていうね。出れるかな、ちゃんと。よし、じゃあ行きましょう。お願いします。行きましょう。お願いします。ちょっとこっから出るのに10分ぐらいかかるかもしれない。ちょっと待って。普段運転しない場所にいるからめちゃテンパるっていう。ハンドルがね、ブラチェロ君より全然重いの。なんかスポーツカーって感じがしますね。低くない？めちゃめちゃ低いですね。低いよね。内装もなんか可愛いでしょ。可愛いです。クラシックな感じしますね。そう、初年度登録が2001年かなんかの、ね、でも古くっさい感じってよりかはっていう。そうですね。うん。この辺とこなんかいいし。ちょっと見てみて。もう今じゃ信じられない。あ、懐かしい。あ、いたいた。灰皿ですよ。懐かしい灰皿。灰皿。使った形跡ないですけど。あとね、シートヒーターとか。結構いろんな機能ついてますね。そう、あと変わってるのが、これがね、窓なんだ。あ、本当ですね。こんな感じで、あとはね、全然機能ないです。これエアコンで、あ、MD、MD、あ、カセットかな。カセット。ちょっとわかんない。ちょっと知ってる人いたら教えてください。コメントください。え、でもこれあれなんだよね。詳しい人に教えてほしいんだよ、普通に。結構調べたんだけど、全然出てこなくて。情報がネットに載ってないってことですね。そう。なんか元々の状態もよくわからないし、この状態が、この車の状態がいじってあるのかノーマルなのかすらあまり分かってなくて、ちょっとできればノーマルで乗りたいなっていうのは。あれ綺麗になるんだろうね。はい。グラチロ君の時は、めちゃめちゃ綺麗になったよ。めちゃめちゃ綺麗になった。びっくりするぐらい。本当にあの、手元に来た時、中が見えないぐらい。お、でも本当同じぐらい。あ、すごいですね。そう、だったんだけど、もうなんかミーンって言って削ってもらって、なんかそこ見てるとなんか、ね、中まで行っちゃうんじゃないかみたいな。いや、本当に。どうですか？右側、怖くない？いや、全然。右に座ってるのにハンドルないってある。あ、確かにそれは違和感ありますね。僕普段右しか乗らないんで。僕これなんでバーンって事故ったら多分右側の人即死ですよ。そうですよね。はい、もうすぐそこなんで着きますね。今日ね、3時に予約してありますんで。3時でなんならちょっと過ぎちゃってます。左ハンドルって右折がね、全く見えないんですよ。本当ですね、見えないですね。なんか見えないよみたいなのはよく乗ってる人とかにも聞いてましたけど、こんな見えないんだ。矢印が出るまで待つっていう。そうですね、それが一番いいですね。うん、と思う。危ないもんね、普通にね。そうですね。店員さんを呼んでみたいと思います。マスキングするんですけど、はい、塗装がですね。あ、いいっすよ。これね、あの、変えます。いや、変えないです。あの、マルチ入れるんで。ああ、そうですね。結構なんか、下まで擦ってて。あ、そうなんですか。で、後ろに一部エクボがあるんですから。はい。このバンパーがあるのかな。あ、そうなんですか。本当はそれの見積もりも出してほしかったですけど。ああ、そういうこと。え、バンキンですか。そうですね。バンキン、まあ、バンキン塗装ですね。バンキン。中のナビのいらんやつを取ろうと思って、それで今段取り取ってるんですけど、
終わったぐらいでやろうと買われたばっかり。あ、そうそうそう、買ったばっかで。あ、なんか車屋さんやってて。あ、はいはいはい、サイトできたんですよ。あ、そう、あのオレンジのやつあるじゃないですか。あ、はいはいはい、あれも欲しかったんですよ。たまたまこれが来たんで。あ、まあ、これいいじゃん、かわいいし。で、それなんか調べてたら、はいはいはい、このヘッドライトに関しては磨いたら結構綺麗なのとかあったんで。あ、そうね。まあ、結構持ってますね。結構やばいですね。これ結構持ってます、ね、夜全く見えないです。あ、フライトですね、結構。いや、そうなんですよ。ここはなんか表面ガーッと剥離していく感じなんですよ。ここね、そうですね、あの前のトマトのやつと一緒ですけど、表面一回削ってから、まあ、あの整えていく。あ、なるほど。はい、あ、あれ削った表面なんか塗るんですか。あ、最後コーティングも塗ります。なるほど、はい、すごいマスキングしてる。センチがないから。めっちゃダメですね。しょうがないですね、これデザインなんか。だからさ、年末は今後は毎回忙しいですね。年末はそうですね、もう大体そんな感じですね。年代でやっとこうみたいな。そうが多いですね。やっぱあと、まあ、10月ぐらいから、まあ、年末のコーティングの予約をやってるんで。はい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 。で、まあ、もう毎年って感じで。コーティングでどれが一番あれですか、注文来るんですか。ね、年一でいいやつ。年一が多いですね、やっぱりね。1年に1回っていう形で決められてやれる方が多いですね。なるほど。はい、綺麗にマスキングされていく。やばいですよ、絶対やばいですよ。なんかどこまでがこのパーツかわかんないですよ。でも下の方の樹脂パーツが死んでるんですよ。年度通りが20何年 ?22 年とかってないですか。ああ。だからこの辺にはボディが割と厚い。ああ、まあ色ちゃんと。そうですね。そうですね。化粧してる。こんな基盤あれなんで、日焼けも、あれですよね、電球の熱ですよね。あー、なるほど、熱もありますね。熱か、なるほど、市販でもやってますね。そうなんですね。綺麗にマスキングされましたね。いや、本当に、なんかあっという間に。これ磨いてるってですよ、多分ね。すごい楽しみ。楽しみですね。よくなんかあの DIY で自分でやってる人の動画とか見る。はいはい。めちゃめちゃ時間かかってそうだから。あ、こういうのはプロに任せた方がいいですね。ね、いや、そう思う。そう、まあ、出来上がったりなんとも言えないですけど。やばい。一言も日本語は書いてない。何が書いてあるかさっぱりですね。なんかでもタンクで多分ね、ちょっと壊れてるから自分で触れない。そうですね、やっぱり外車ですし。わかんない、はい、始まりました。めっちゃ黄色いね。すごいですね。すごい。それどれぐらいの厚さで作るんですか。これ500ですね。あ、それ500なんですね。500らしいです。あ、でもなんか取れてそうな雰囲気が。もうなんか黄色いのが出てますもんね、いっぱい。そう、なんかすごい出てる。取れてそう。あ、取れてきた気がする、黄色いのが。表面の黄ばみってこんな感じで取れるんですか。すごい。結構自慢出ました、ね。すごいですね。手段、結構機械みたいなのがいいんじゃないかな。
あとで機械で。あ、まず機械でやる。あれ機械で。ここは手作業です。なるほどなるほど。はい。アライブの調整。そうですね。ちゃんと工程があるんですね。ね。いやでもこの時点でも結構違いますよ。やっぱプロにやってもらうのは違いないんじゃないか。そうですね、やっぱりプロの人なんで、この段階で思いますね。はい僕らが自分たちでやったらもう3時間はかかってますこの時点で。だからヘッドレード外そうとしてるかもしれないマジ取れますね。すごい。で色全然違う。そうですねこれ色変わりました。いや、ほんとですよ。これは機械でやるとそれがクリアになってる。あ、そうそうそう。まあ、これはもう、削ってる感じかな。ほう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 。このメーカーのヘッドライトは磨けみたいな。あ、そうそうそう。これはまあ、マシン車とかガラスのやつは。あー、確かに。黄ばみがなくなりましたね。ねえ。なんかちょっとすでに綺麗になった気になってるね。店員さんも多分こんなに見られてやることないんじゃないですか。ないですね。そんな感じですか。そんな見るなよみたいな。あ、でも洗車とか好きなお客さん、あの、見られる方がいますね。あ、そうですか、ね、これが普通の水なんですか。あ、これは水です、もうこの普通の水。ウインカーのところとかすごい綺麗になってきた。そうですね。あとそれはさっきのと違うのに磨いてるんですか。あ、違います。あの粗さが違いますね。あ、それが500。あ、最初の磨きはちょっと細かい感じだった。そうそう、だんだんこれ細かくほう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 。最終何番ぐらいまでいくんですか。最終は1500です。あ、そんなにいくんですか、はい。4段階、5段階ぐらいに分けてって感じです。そんなにやるんですか。そんなにやるの。どの段階で機械が入るんですか。あ、これ磨けますか。あ、入ります。はい、綺麗じゃないですか。綺麗ですね。市販のだとこれぐらいにしかならないですね。そうだよね。昔自分でピカールってやつに磨いたらガサガサになったことがあってということで戻ってまいりました、ただですね、ちょっと別日に撮ってますんで僕のヒゲもちょっとさっぱりしちゃってますけども、せっかくなんで早速ポルシェ君綺麗になりましたんでこんな感じです。どうぞ。どん。めちゃめちゃ綺麗。めちゃめちゃ綺麗ですね。めちゃめちゃ綺麗じゃないですか。ちょっとビフォーアフターちょっと後編とかになんか出しておきますけどすごいやばいよこれ。めっちゃ綺麗です。すごくない。なんか変なシミみたいなのはやっぱ取れなかったんですけど、あの黄ばみだったりとか中のプロジェクターとかしっかりこれ見えますんで、すごいいい感じに仕上がりました。はい、全然違います。これで1800円だったかな。それぐらいですね。まあ YouTube そうです。いやかっこいいですね。ありがとうございます。ちょっと今これ磨いたところに今撮影してますんで、ありがとうございます。じゃあ行きますね。ちょっとイレギュラーありましたけども、はい、すごい綺麗になりましたんで、ぜひちょっと、まあ、いろんなところでね同じようなサービスやってるかと思いますんで、ぜひちょっと全部の車に行けるかは分かんないんですけど、このポルシェ君のボクサーですね、これに関してはすごく綺麗になりましたんで、ぜひ同じ車種持ってる方ですね、黄ばみ気になるよって方はぜひやってみるといいんじゃないかなと。一平社長の YouTube チャンネルではこういった企画動画だったりとかそういったものをたくさん撮っていきたいなと思いますんで、よろしければですね、グッドボタンですとかチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。お願いします全然できてないまあいいか。お願いします。 OK です最後その感じも使ってください。はい、噛んだと